袋しかの袋です。本日は、また Q&A にお答えしていこうと思います。本日のご質問です。保険での治療を歯科医院で行う場合、同じ月や、できれば2、3日後に別の歯科医院で治療を受けることはできるのでしょうか。歯周病治療を遠くのかかりつけ歯科で受けています。治療箇所は違うのですが、歯周病治療の場合、遠くのかかりつけ歯科ではなかなか時間がなくて、歯石を取りをする時間がないので、近くの医院でしてもらうのは可能でしょうか。これについてはもちろん、可能だと思います。別に、歯周病っていうところで他の医院と絡みでやっていけないっていう部分はないので、別に歯周病治療だけこちらっていうことでもいいと思います。もちろん歯石だとかっていうのがダブルで取られる場合もあるんですけれども、もちろん歯石取りをこちらの方でっていうことも可能だと思います。2番、歯周病治療には関係なく以前詰めていた金属が取れて詰め直しの治療の場合、歯周病治療の2日後に近くの別の病院にかかるというのも保険請求上違反になったりするのでしょうかって。ですね、金属の詰め直しだとかっていうのは全然問題がありません。唯一今の制度上で問題があるのは、入れ歯です。入れ歯は、入れたい歯科医院で、簡単に言うと6ヶ月の縛りというのがあって、6ヶ月以内に他の医院でやることができないんですね。例えば、かぶせるもの、クラウンだとかあとブリッジだとかっていうのは実は同じ医院では、簡単に言うと付け替えることができないんですけど、他の医院に行けば一応は付け替えることもできると思います。ただこれあまり繰り返してるともちろん保険者、その保険の、ところでお金を支給している側のところのところからかなりのクレームが出てきますので、個人としても、その辺は問題がありますし、また詰め直しのところでね、あまり気に入らなかったっていう高さとかが高くてとかっていうことで詰め直しだったら全然問題ないんですけど、神秘的なものだとかね、その辺のところのところで、またもう一回やり直せっていうのはなかなかちょっと問題がある場合もありますので、その辺は、保険者、自分の保険を、簡単に言うと請求先ですね、そちらの方に一応問い合わせはしてみてください。保険上は問題あります。